ムライアンは日本のデートレーダー、投資家ブロガー、企業家、愛媛県博多島出身。日々、トレード収支や思うことを自身のブログやツイッターでつぶやいている。父親は博多島で電気職人をしていた。愛媛県立今治工業高等学校出身。卒業後は広島でアルバイトをし、その後大阪に流れ着いた。アルバイトでお金をため、 19歳の時に、吉本総合芸能学院に入る。その後、NSC で、目が出ず NSC を辞めた後、アルバイトや、契約社員で、営業職を渡り歩き、訪問販売、カラオケ店定員、飲食店店員、流れ作業員、健康器具販売、不動産営業を行う。2005年頃から、日本株式のデートレードを始め、 専業投資家となり、同時に、日々のトレード日記を毎日掲載する、投資家ブロガーとして活動する。2006年頃から、日本最大規模のブログランキングサイト、日本ブログランキングの株式カテゴリーブログにて13年連続、アクセスランキング1位の座に君臨する。SBI 証券、日光コーディアル証券、株コム証券、松井証券、楽天証券等のネット証券会社や、 東京証券取引所 JPX グループとのコラボ PR 企画等により日本の投資業界を盛り上げている一人者である。過去に NHK クローズアップ現代や数々のニュース番組にも出演した。また日本最大の投資カフェアであるパンローリング社主催の投資戦略フェアにて講師や司会を数多くこなしている。自身のブログにて集めた数百人規模の 株式オフ会を数年間行っており、個人投資家の交友関係はかなり広い。近年はトレードマークとして、わけのわからない目立つ髪の色、東証のハッピと虎の T シャツの身なりで定着しているが、特に意味はない。趣味は仲間と酒を飲む、音楽鑑賞、旅行。急に思い立って、東京や沖縄に移住したりしたが、大阪が一番落ち着くので結局大阪に戻って、 来ている最近は、数年に一度、自身の大物人脈を集め、吉本工業ともつながりが深く、音楽イベントや、座談会を開催している。過去に集めた大物人物は、タクタカハシ、E.T. キング、銅山11、ガリガリガリクソン、ヒロユキ、C.I.S., テスタ等人生は一回きり、思っきり楽しもう、という気持ちを常に持ち、 日々面白いことにチャレンジし続けている。ありがとうございます。